どうも、ボラキーです。今回ですが、フェイトの顔といえば、このお方、ザ・フィギュアの動画です。アニプレックスプラスから販売されました。セイバー、アルトリア・ペンドラゴン、デラックスエディション、です。FGO のヒロイン格はマッシュですが、その FGO のアプリアイコンは、ずっとセイバーですね。FGO キービジュアルの中心にも、いつもセイバーがいますね。このフィギュアは、そのアプリアイコンにもなっている。セイバー、アルトリア第3サイリンへの立体化ですね。フェイト最初のヒロインにして、20年続くシリーズのヒロインだけに、フィギュアも把握しきれないくらい出ていますね。オルタやらアルトリア顔まで含めたら、途方もない数になりそうです。そんなきら星の中でも、一等星に推したいのが、今回動画にしているこのフィギュアですね。先ほどからコロコロ動かしてますが、箱が大きいので、回すより前後左右の方がいいかなと。箱は、通常版とデラックス版のパーツで分かれています。金色の方がデラックス版の箱ですね。2つの箱は、プラスチックの覆いで覆われていて、つるっと外せます。こちらが通常版の箱ですね。本体やマント、エクスカリバーなど機関パーツが入っています。ボックスビジュアルで、通常版とデラックス版の違いがわかりますね。表情、エクスカリバーの持ち方、台座に違いがあります。デラックス版のパーツが入っている箱は、本体なしなので薄いですね。私は基本通常版で、表情だけ限定版仕様で飾っています。王冠も外した状態ですね。王冠は乗せるだけなので、きっちり固定できませんしね。では、そんな感じの中身がこちらになります。いろいろなパーツが付属している仕様だけに、ちょこちょこ付け替えて遊べますね。外観が最も変わるのはマントと台座ですね。マントはサテン地を表現していますね。光の当たり具合で表情が変わります。あまり光が当たらなくても深みのある青になります。ただ、このマントはセイバーのイメージにないパーツですね。その点で好き嫌いは分かれると思いますね。マントの青はとても綺麗ですが、後ろから見ると造形的な面白みがないので単調に見えてしまいますね。前からならいい感じなのですが。それでは、まずは部品の紹介から。通常版の台座は召喚サークルの文様付きですね。左にあるのが、エクスカリバーを横長に構える時に使う手首パーツ。その上が、通常版のキリッと顔。その上の聖杯が入っていそうな箱は、豪華版に付属する金属製の王冠が入ってます。プラ製に比べると、冠の先が鋭いです。王冠は巾着に入ってますが、巾着自体宝箱に入っていて、謎に厳重な収納になってますね。右は、エクスカリバーを横長に持った際につける柄頭。その上がプラ製の王冠。最後に、通常版台座用のマント支えですね。本体を設置しているのは限定版の台座ですが、そちらにも専用のマント支えがついてます。お次は、エクスカリバーを横長にしたパターンを。このパターンは、エクスカリバーの柄頭が緩く、すぐ外れるのが難点です。先ほどの小さなパーツがこれです。この柄頭がすぐに外れます。小さなパーツなので、いつの間にかなくなってそう。なので、ほとんどこの形にはしてませんね。この状態にするなら、柄頭をつけずにディスプレイしないと、いつの間にかポロリと落ちて、妖怪パーツ隠しに持っていかれそうです。あと、お顔も、
通常版のキリッとした表情に変えています。凛々しいお顔はセイバーらしくてよろしいのですが、うちの環境だと限定版の笑顔パーツが合ってるので、この表情にはあまりしたことがなかったりします。環境というのは後で出しますが、赤セイバーのネロと並べて置いてるんですよね。ネロがニコニコ顔なので、アルトリアも笑顔の方が合うんですよね。全く置いたことのない王冠もセットで、なんとなくマントと王冠で今日の主役って出す気かけたくなる雰囲気になるので、いつも王冠は外してますね。ではここからは一番お気に入りの組み合わせで見ていきましょう。マント姿も捨てがたいので時折かぶせたりしていますが、やはりセイバーといえばこの姿でしょう。スカートが横に広がったシルエットがとてもセイバーらしい立ち姿です。笑顔パーツですが、眉も凛々しく、トゲのないキリッと顔といった感じです。最近のセイバーフィギュアは頬が丸い感じの顔を多く見ますね。このフィギュアは肉付きがすっきりしたお顔なので、原作へのさっぱりとした雰囲気がありますね。通常版のお顔は口が濃くて主張が強かったですけど、こちらは淡い感じ。それもあって私はほぼ笑顔パーツを使ってますね。鎧はクローム調にクリアかけて曇らせたような風合いです。アーマープレートの隙間に見えるゴム質がいいですね。体をひねるとここが潰れて歪みそうだなとか見えるのがフィギュアのいいところですね。このフィギュアは全体としてグラデーション塗装が多いですね。一番目立つのがスカートのこの部分。金色や鎧や白いペチコートも影色入れてますね。金色は黄色みが退色してるかなと思う部分がありますね。ただ買った時からこんな感じだったような気もするので、個体差かなと思ったりもします。今回の撮影で記録を残せたので、数年後に見た時に退色してたらクリアイエローで塗り重ねればいいかなって思ってます。経年で気になるのはそれくらいですね。マントを羽織らせている時期も長くあったので、肩や髪のリボンに色移りしないか不安でしたが、見た感じ全く問題ないですね。ビニール挟んどけばよかったかなぁと気になってた時期もありましたが、ご覧の通り綺麗な状態ですね。マントは普通にかぶせて良さそうです。ついでと言ってはあれですが、鎧の下の胸もきちんと造形されてます。鎧を外してドレス状態にはできませんが、こういう隙間を眺められるのもフィギュアならではでしょう。絵なら普通に鎧を密着させるか黒い影にすれば OK ですからね。エクスカリバーの刀身は透明ですね。インビジブルエア再現かと思いきや、台座の発光ギミックで結構綺麗です。少し照明を落として台座を点灯させるとこんな感じになります。パターンは常時点灯と揺らぎのある点滅の2種類ですね。これは点滅のパターンです。エクスカリバーが発光しているように見えるので綺麗ですね。こちらが常時点灯のパターン。購入した時に一度点灯しただけでしたが、
ちゃんと点灯してほっとしました。こういうのってつけずにいると壊れてるイメージがあるんですよね。光の演出は綺麗ですし、こういうギミックがあるのも悪くないですね。私としては揺らぎのある点滅パターンの方が好みですね。こういうギミックはついつい寿命を気にしてしまって触らないことが多いんですよね。久しぶりに点灯しましたが、エクスカリバーに光が行くのがいい感じです。セイバーのガントレットは左右で形状が違いますね。左手は盾の役割もあってか、スリーフィンガーグローブに加えて装甲も厚いです。左手で攻撃弾いたシーンとかありましたね。形状としては左手がガントレットをがっちり固定する形で、右手は装甲に邪魔されない自由度を持たせる形になってますね。足の鎧は軽装備。原作通りスカートの中といっても色気はないですね。ではいつものセイバーに見慣れたと思いますので、あまり見慣れないマント姿を。マント姿はスカートの広がりに対して上半身の細さを補ってくれるので、いつものセイバーとは違う雰囲気になるのでいいアイテムです。後ろ姿はセイバーの体をマントが全面覆うので少し寂しいですが、後ろ向きに飾ることは多分ないので、いつものセイバーと一風変わった壮麗な姿をマントかぶせるだけで見ることができます。かさばるパーツなのでなかなか他のフィギュアでは見られないですが、マント姿もいいものですね。では最後になりますが、いつも並んでる二人で、特に絡みがある二人ではないですが、フェイトを代表するセイバー二人って感じで並べてますね。台座含めてこの二体の座りの良さは大変気に入ってますね。ではでは、セイバーアルトリアペンドラゴンデラックスエディションの動画を締めようと思います。最もポピュラーな姿のセイバーだけに、この鎧姿のフィギュアはいっぱい出ていますが、現状決定版に推したいフィギュアですね。大きなマントまで含めたパッケージングもあり、豪華版にふさわしい内容ではないでしょうか。このボリュームで再販はなかなか大変でしたでしょうが、それだけの声があったということでしょう。 FGO で英霊がどさっと増えたフェイトですが、この機会に初期キャラもフィギュアにしてほしいですね。ライダーとかもっと増えてもいいと思うんですけどね。あとゴルゴーン3姉妹ですね。フェイトとしては結構初期キャラでビジュアルもいいのに、フィギュアとしてはですしね。ワルキューレが3体出るならゴルゴーンが出てもいいだろうなんて思ったりもしますね。エウリアレは男性特攻が要所で刺さるのでワルキューレより使える子なんですけどね。まあ社長絵じゃないかと、実装時にガチャ回してワルキューレ手に入れた私が言えたぎりではありませんが、ちなみにフィギュアのワルキューレはオルトかスルーズのどちらか一体買おうか悩みましたが、結局買いませんでした。3体あるのに1体じゃなと思いましたし、3体買うだけの愛はでしたしね。3
さてさて、ここからは私事ですが、動画投稿を始めてから半年経ったということで、チャンネル登録者数を表示するようにしました。今まで非表示にしてたのは、特に深い理由はなく、チャンネルを作るときに登録者数を表示しますか？みたいな選択肢があったんですよね。何ヶ月も数人だったら恥ずかしいな。って感じの後ろ向きな思考で非表示にしとこ、と、非表示にしましたが、食宝さんとライラックールのおかげもあり、数人な時は短くて、登録してくれてありがとうって嬉しさいっぱいでした。まあ、数人の時点で見てる人限られてますし、恥ずかしいもないだろって気はしますけど。じゃあ、100人の方に登録いただけたら表示して、アルトリア撮ろう。と、決意したのですが、いろいろあって、半年という節目の日にアルトリアを出すことになりました。半年といっても、光とホムラが届いて、そちらを優先したので、その分遅れましたが、再販のアルトリアも、発送は8月予定でしたし、このタイミングで出すことにしました。登録者数を表示したからといって、何か変わるわけではありませんが、表示するのは、アルトリアを出す節目の時と私自身思ってきたので、この日を迎えられてよかったです。週に1回は動画を出したいなと思ってやってきましたが、このペースを維持できたのは、チャンネル登録していただけたり、評価ボタンを押していただけたり、コメント残していただけたり、動画を見ていただいた皆さんのおかげですね。いろんな数字が増えていくのはやっぱり嬉しいです。おかげでパワーいただけました。ありがとうございます。更新はこれからもまったり、ほぼ週1を維持したいと思ってますね。ただ、開封済みのフィギュアについては、再販中だったり、原作に動きがあったり、市場価格が安いものを優先してきましたが、それに合うフィギュアも少なくなってきたので、あまり意識せずにピックしていく予定です。もちろん、新しく届いたフィギュアは、最優先で動画にしていきます。届いたら早く開けたいし、開けるときは撮影もするので、そこまで行ったら早く編集して動画に仕立てた方がいいよねって感じです。最近は延期も多いので、予定もままなりませんが、手持ちがあるうちは週1更新を維持したいところです。まったり更新ですが、どうぞご贔屓いただきますようよろしくお願いいたします。ではでは、関係ない話を長々としてしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。